はい、それではユーデミーのですねクーポンを出しましたので、ここからまた5日間はですね最安値で買うことができますので、この動画の概要欄にユーデミーのリンクを貼っておきますので、気になる方はチェックしてみてください。で、ユーデミーなんですけど、先日ですね、この講座3つともユーデミービジネスっていうのに登録していただいてまして、まあ、評価とかがいい講座を上位何パーセントなんですかね。僕が聞いた時だと 6% ぐらい。多分何万ってある講座のうちの何千だけが、そのユーデミービジネスっていうのに登録いただいてるんですけど、まあ、僕はその3つとも入れてもらってまして、要するにそれは会社、企業さんがですね、ユーデミー、まあ、ベネッセとその契約をして、そのビジネスに入っている講座が見れるみたいな、まあ、契約があると思うんですけど、それは、個人が講座を買うわけじゃないんで、その企業に所属している方はもう見れるっていう感じだと思うんですけど、詳しくはまたホームページ、そのベネッセのですね、ホームページ見ていただきたいんですけど、それで登録っていう形になる、それだと。購入ではないので、それで僕の講座を見ていただいた場合は、登録っていう形になると思うんですけど、その登録っていうのと、その企業に勤めてない方っていうのは個人で購入っていう形になるんですね。で、その講座の購入と登録ですね。購入と登録を合わせて先日1万、3つ合わせてですね、1万を超えまして、この数字何かというと、それぞれの講座においての、これがその購入と登録の合計の数なんですよね。重要重要項目っていうのは、5433人の方に購入とか登録していただいた。で、これ2340、2256みたいな形で合計すると1万を超えまして、はい、っていう今、状態です。それぞれのね、講座、この、まあ上2つは、統計限定で言うと2級に該当する感じで、一番下がまあ準1級の内容、まあ全部じゃないですけどね、がメインになってます。で、この数はっていうと、今、レビューですね、評価をいただいている数で、それが、レビューの数が1037、414、313。まあ、ここら辺はもう、ネットに調べていただくともう出てます。それをただ書いただけなんですけど、っていう感じで、で、レビュー、コメントも含めてですね、こんだけの数があって、今、評価がですね、5段階で 4.4、4.54、4.58 っていう感じですね。レビューのコメントとか見ていただければ、もちろん 4.58 とかね、もうめちゃめちゃありがたいですよ。めちゃめちゃありがたいんですけど、なんか思ってたのと違ったみたいな。そんなんはもういくらでもあって、僕は全部コメントには返信をしているので、コメントだけじゃなくてね、評価いただいた方にもありがとうございますってことで全部返信をしているので、全てに目を通しているので、まあ、需要にこうマッチしたかどうかっていうところは全部認識をしてるんですけど、まあ、やっぱり購入する前にですね、いろいろと見れる量っていうのはね、この講座が自分に合ってるかどうかって、確かにまあ、すべて見れるわけじゃないんで、買ってみて違ったみたいなこともまああると思うんですけど、まあその中で、こういった形でね、4.4 以上の評価をいただいていて、まあ、僕としてはありがたいなという数字ですね。結構やる前は、この、ユーデミーっていうのは評価厳しいよみたいな話を聞いてたので、なんていうか、目が肥えているというか、レビューでね、評価をもらう、こういうふうに評価していただくっていうことはなかなか難しいよみたいな話を、いろんな方から聞いてたんで、まあそんな中でね、こんだけのレビュー数があって、なおかつこういった形で数字がある程度ついている。まあ、これは正直時期によるんですけどね、全然ダメな時って 4.2 とか 4.3 とか全然ありましたし、まあまあ今後また下がる可能性だってあるので、全然、まあ気にしてないって言うとあれですけど、届く人には届く。で、こういうのが、求めてましたみたいな声があることも、まあ、一応事実であるので、まあそういう方に届けばいいかな。まあそういう方が一定数いると信じて作った部分っていうのがあるので、まあそういう方に、届く人に届いたなっていう時に、やってよかったって感じるんで、まあそうじゃない方に申し訳ないなと思いながらも、まあ、現段階ではこれが僕がお届けできるものっていう風で割り切っていますけどね。はい。一応現状こんな感じなんで、求めているものとマッチするかどうかわかんないんで、ちょっと覗いてみてもらって、気になれば、今からだと、
一番安く買えるっていうことなので、そのお知らせの動画でした。はい、ということで今回は以上です。ありがとうございました。